アイテム番号、SCP-264。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-264 は一般的な補強材で構成された16メートル四方のコンテナに収容されなければなりません。コンテナの外側には2人のガードマンが常に配置され、24時間ごとに交代しなければなりません。コンテナは毎日最低2時間監視されなければなりません。SCP-264 はあらゆる形式での栄養を必要としません。未知の方法により自身を浮遊させているため支えも必要ありません。脚注、200年月日現在、エージェント、死亡。博士のみが SCP-264 への接近を許可されています。従わない場合は違反者として確保し、配置転換が行われます。ホイ264、1参照。以前 SCP-264 は前述のエージェントたちへのいくらかの愛着を示しました。彼らは最初に、データ削除済み、を発見したチームの一員でした。さらに、エージェント、と、のどちらも、データ削除済み、中に地点上にいました。さらなる通知があるまで彼らをサイト上に留めさせることを提案します。キャンベル博士。説明。SCP-264 は高さ2メートルと推定される人型の骸骨です。頭蓋骨はわずかに縦長で、それぞれの膝頭から金属の突起物が出ています。SCP-264 の胴と骨盤上はどちらも、未知の金属材料により構成される起源不明の寺院に類似した建造物に置き換えられています。それはバルコニーとテラスによるいくつかの階層からなり、およそ中心に扉が設置されています。その建造物上には男性、女性、子供、動物に類似した数十の彫像が存在します。像は撤去できず、実際には確認されたことのない部族的文化の一般的活動を行っているように見えます。建造物と骨格は同様の未知の金属で構成される直径1メートル強の半球に固定されている、もしくはその一部であるように見えます。半球の端は等間隔に配置された 2.5 センチメートル、1インチ、の長さの棘で覆われています。いくつかの像は様々な方法で弾と作用し合い、その存在を認識しているようです。半球の後ろ側はアラビア語、ヘブライ語、ゲルマン語、を含むいくつかの言語が彫刻され埋められています。データ削除済み、の結果、の翻訳は無期限に停止されています。ホイ264、に参照。SCP-264 には意識があり、日本語、台湾語、韓国語の手話、モールス信号を含むいくらかの非言語的な形式を通してコミュニケーションが取れます。筆記によるコミュニケーションが最も頻繁に記録されていますが、現在見つかっているほぼ全ての言語語を含む、が含まれています。珍しいケースでは、指定された像が SCP を代表して話します。これは発見から2例しか記録されていません。SCP-264 は自身を、守護者、であり、彫像は分離された実体であると言っています。SCP-264 は自身が彫像の創造者であり、彼らが、住んでいる、建造物であると主張しています。彫像は、守護者、の存在に気づいているようで、半球内部からいくつかの物体を取得するのが目撃されています。内部から取得された物体は、木炭、パピルス、SCP、小さな彫像の一つによってエージェントに提示された小さく半透明な、データ削除済み、の大理石像を含みます。SCP-264 がどのようにして、彫像、とコミュニケーションしているかは現在不明であり、彫像もまたあらゆる超自然的な情報を発しません。しかし、SCP-264 は予知能力を持っていることをほのめかしています。インタビュー記録 264A より、SCP-264、あなたが私と私の人々を見るのと同じように、私は博士に何が起きるかを見ました。キャンベル博士、あなたはどれほど正確にそれを行えますか ?SCP-264、私は運命の糸を辿っています。SCP-264 はその意味を詳しく述べることを拒否しました。しかし、いくらかの未知の力によって SCP-264 のある人が人生で辿るかもしれない道を見ることが可能だと思われます。SCP-264 は現在収容されているいくつかの SCP、SCP-35SCP、SCP に関する知識を持っていることを証明しています。インタビュー記録 264A 参照。ホイ264、1、2000年6月10日の、博士と民間人、データ削除済み、の行動により、
SCP-264 は前述のエージェントのみに会話を許可するようになりました。データ削除済み、の後、博士が彫像の一つを用いたいくつかの実験を行うために SCP-264 が格納されているコンテナに入りました。時刻〇〇〇〇、データ削除済み。数時間後、以前は見られなかった彫像が SCP-264 中央に位置している門戸から出現するのが観察されました。画像拡大によりその彫像は、博士に似ていることが確かめられています。ホイ264、1。データ削除。脚中。今日も調査は進展している。SCP-264 の中央部だと我々が推測している門内にファイバースコープが挿入された、当然許可を得て。無礼だと考えないアシスタントを用いてはならない。視界のほとんどは無だった。もちろんその原因となるものは何も見受けられなかったにもかかわらず、SCP-264 の何らかの特性がカメラに作用し画像は歪んだ。半球内部に刻まれていた、潮の鎧、というフレーズが我々の見つけた全てだった。その日本語を翻訳すれば、潮の鎧、となるが、その意味を我々はまだ理解できていない。しかしそれは、見つかった場所はともかくとして SCP-264 が日本、少なくともアジア原産であるという我々の考えを裏付けた。さらなる発見があらんことを、11月6日。キャンベル博士。